一つの命、彦一瀬の命は、危機等に伝わる古代日本の皇族。日本書紀では、彦一瀬の命や、一つの命、古事記では、一つの命と表記される、神武天皇の長兄である。関係略系図、日本書紀、古事記によると、草吹富豪村と、わたつみの娘の玉寄姫との間に生まれた長男で、ある。弟に、いない命、未経犬命、 神山と言われ彦の孫がいる。彦一世の命は弟たちと共に統制に従軍したが、何和国の白方津での長須根彦との交戦中に、長須根彦の放った矢に当たった。彦一世の命は、我々は、火の神の巫女だから、火に向かって戦うのは良くない。回り込んで、火を背にして戦おうと助言し、一行は南へ回り込んだ。 しかし帰国の男の水門に着いたところで、彦一イの命のいられた傷が悪化した。この時に、彦一イの命が、俗に傷つけられて死ぬとはと、おたけびしたので、その地は、有水門というとする。その後、日本書紀によると帰国ヘッツイ山で亡くなり、ヘッツイ山に墓が築かれたという。ただし、古事記では、菊庭の水門で亡くなったとする。 彦一瀬の命別井山墓墓は、宮内町により、和歌山県和歌山市和田にあるヘッツ井山墓に、事情されている。宮内町上の形式は、円墳。彦一瀬の命の墓について、日本書紀では前述のように、ヘッツ井山に墓が築かれた旨が記されている。延長五年成立の演技式書量量では、ヘッツ井山墓の名称で記載され、紀の国名ぐさ軍の所在で、庁域は、 東西一町、南北二町で、四個三煙を伏すとした上で、東馬家に分類する。これに先立つ児童天皇五年には、有効の王の墓には三個の主営度を設けるとする、御事の理が見えることから、この頃に、日本初期、古事記の変算と、並行して、定期や、旧時に基づいた墓の指定の動きがあったと推測する、説がある。またその際には、日本穂高カ 彦一瀬の命を、五十慶時期入り彦コの千葉が、都道地、イラツコ墓をして、大和国の四、イタリを形成する意図があったとする説もある。彦一瀬の命の神霊を祀る神社としては、ヘッツイヤマ墓の南麓に、ヘッツイヤマの神社が鎮座する。また、岡山県岡山市東区の安日都市神社では、神武天皇の兄として、稲井の命、三毛根の命と共に祀られている。 彦一瀬の命の名の語は、元、時、瀬は、神等を意味するとされる。このことから、古事記伝では、穀物や食料の神の意と介している。ありがとうございます。